でもやっぱでかいね、この辺りは。でこれで四条通りで、ちょうど地図があるじゃないけど、ちょうどここからポーンって渡っていくと、いわゆる祇園って呼ばれる境です。だからここの筋がやっぱメインの繁華街っていうフェジに入ってくるようで、結構外れてますね。うん、せっかくやっぱちょっとこれ調べとこう。この辺り、六角通りのこの辺りいいんだよな。まあ、うまいこと歩いていきましょうか。よし。したら、まあ、着いたら11時半ぐらいにあるやろ。ちょうどいいぐらいやな。うん、で、食い終わったら、電車で京都駅に向かったらよ、ここはね。はい。金閣寺に行くんや。マク式やんこれ。まだ京都にも残ってるやん、マク式のバスって。技術改善しとるな。まあ、折り見て横の筋に入ってたらいいで。あ、こっから向けるの？あ、こっから抜けれるみたいな。こっからも抜けよう。結構人って喋りづらい。そうやろ。鬼ごこ近くの時はガンガン喋ってた。うん。駅はな、ある程度声が通るし、あんま気にせず喋る。あれですけど、逆に2人はまだ喋りやすい。これ1人で撮ってもこれやっとるからさ。ちょっと怪しい人やったちょっとどころじゃないけど、詐欺やったら心強いけど、そうそうそう、そうで、今回も今からハンバーグ屋とか行こうとかってなるやん。1人やったらやっぱああいう店入りにくいでな、ちょっと、そういう時にはやっぱ2人撮りやとね、なんか入りやすいね。一人で観光って言われたらちょっと気まずいけど、そう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 、飽きるというか、うん、そんな感じだけど、二人やったらまあ飽きるみたいな。そう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 、まあぼっちなりしとるじゃん、ぼっちなりしとるあれやけど、逆に言ったら今まであんな行っとるところも、うん、まあ大体結局島表余してるわけのわからんところに行ったりしとるけど、あれだけは失敗やったな。あの東青山駅から西青山駅まで歩いてみようという企画は、あれはなあ、あかんかった。あれは電車で行くところやわ。一駅間をケチって、しかもショートカットして山の中を通ろうとしたらヘビは出てくるし、ヘビは不意や。家の果てに歩いてた先、断崖絶壁やし、うせえなちょっと危なかった。あれは雨上がりやったら結構ぬかるんどって、でこのおとぎの筋らしいけど、ここでビーガンバーガーなんてあるんや。大豆パティなんかってことは、ビーガンってことはそうやな、大豆かなんかでやってんやろな、大外肉で。いや、肉食いたいねんな。この筋ザ・おのぼりさんって感じで沈みながらやってる。あ、もっと全然あれや、もっと全然こっち側行かなあかんのや。どこなんや、あ、これなんかウェンディーズあるんや。今どこなんだやかな、ウェンディーサイズか。ウェンディーサイズ、VTuber 全然チェックできてないから。特に最近の VTuber 系の発信って
あのゲーム配信多いやん。多い。あのゲーム配信ってその配信するのは確かに楽は楽なんやな。あの言い方あれやけど、機材揃えてしまえば垂れ流しでできるで、うん、ただ見る方大変やねあれ。2時間とか平気であるやん。ああ、ありがとう。2時間の動画って10本見たら20時間やでな。うん、うん、これなんかこの通りいい感じやな、うん、昔からの商店街って感じやな。ちょっと細いけど、わ、干物、あ、いい香り。干物と小豆とか乾物屋さんか。いわゆる沿岸乾物やな。へえ。やっぱ京都といえば昆布っていうなあれもあるからな。そうそうそう。こんなとこもステーキ屋さん。へえ。すごいすごいすごい。すごい京都感満載やん。へえ、こういうのとか売ってるのもな。あ、でもそんなに高くない、ここらへん。うん。やばいやばい、特に今腹減っとるからあかんな。そう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 、やばいやばい。まだまだまだ来た。よっ、やっぱ広いな京都も。まだまだ誘惑が、うん、ね、あの新しいさ、ああいったね、ショッピングモールみたいなところもあるやけど、こういう感じのね、ところもやっぱ、着物なんよな、こっちは、うん、なんでかっていうと、京都自体は海がないやん。で、今でこそ朝一で取れたのトラックで運んで、そのまま市場にね、流したりとかできるけど、昔はそういうわけもいかんかったもんで、うん、あの、結構、要は京都までどうやって魚を運ぶかみたいなあれが問題になってんやな。で、出てきたのが大体干物にする。干物やったら干物にするで、あとは、例えば焼いた状態で持ってくる。例えば、サバエってあるやん。あっち福井の方やと、いや、サバを焼いた状態で運んだわけや。ほやで焼きサバな、焼きサバ文化があって、ほやで、サバエの方から、ほや越前サバエの方から京都まで走っとる道、今でもサバ街道って言うんやけど、あそこで運んどったサバは全部焼きサバやったんですか。ほやで、面白いのが、福井のスーパーに行くと、焼きサバの丸々っとした焼きサバが売っとんねん。あのお惣菜コーナーでコロッケとか売っとるような感覚で焼きサバがポーンと丸で売っとって、うん、なんでやねんと思って調べたら、そうそう、向こうで焼いてあの京都に持ってくっていう文化があるもんで、あのサバは焼いて出すっていう、これ生で出すもんやないって焼いて出すっていう文化が今でも残っとるらしい、うん、あ、石鹸屋さんなんや。で、昆布も同じような流れらしいな。今でも昆布、洋室の昆布っていうのは築地とか、築地じゃない、今はあっちか、あの何やったっけ、築地ではない市場のあるところ、お、名前の忘れでした。何やった昔は築地やったけどな、豊洲か、うん、豊洲のそのね、でかい、日本で一番でかい市場があるけど、そっちじゃなくてやっぱ京都の方に持ってくるらしいもんな、今でもそういったルートがあって。はい、昆布を運ぶのに使っとったのが敦賀の港でした。でそれもそっちの方からまた街道を通して運んどったから、敦賀がその港としての要所になってたよっていう。結構海が近い。そう、敦賀はな、敦賀は港あるしで、敦賀とか舞鶴か、舞鶴はまあその後軍港になってな、あの自衛隊の基地があるのが有名やけどな、
あの辺りも、鶴川は普通やけど、舞鶴は京都あったりですね。次の筋でいいみたいな。ここは山椒か。はいはいはい。調味料ね。辛そうね、ちょっとね。おぶっちゃえな。うちちゃって、半分ぐらいおろしとんの店やけど。ゲフゲフ。うちもお茶屋さんで、あらちゃんの製造屋とかとかあって、なんでもやっとかあれねんけど。あの時にやっぱ京都向けのあらちゃんみたいなのもあったもんな。うん、美味しいけどな、うん、この筋の登ってたとこらしいわ。いやいやいや、まあまあ時代に合わせたコロナ制服。おお、なんでこれ電動なんか、電動アシストだ。右手に出てくるらしい。まあ早でお昼前に入れて良さそうな感じやな。うん、ワンコか。あれワンコか。置物みたいにグラサンかぶった犬の置物みたいなのあるなと思ったら、リアルワンコ。うん。おるんやな。まあ多分ね、難しいのが。そういった動画の放送とかやるときに難しいのは、ああやってあ、ワンコやって言って映してやると映り込みじゃなくて肖像権が発生するから、うん、だからここの会話を全てカットして、たまたまスーって通ってっただけの映り込みにしといたら、一応肖像権的にはセーフになるはずね、うん、一応それなりにね、やるのに合わせて調べてはみたけど、正直日本の場合は一番むずい。海外わかりやすい。線引きをしっかりしとる、セーフアウト、セーフアウトしとるんやけど、日本の場合どうしてもなんか間ができるんやな、うん、表現の解釈の違いとかって言って、うん、そうそう、解釈の違いと、あのバンドが解散するときの音楽の方向性の違い、これややこしいもんなんやから。うん、そうそう、あれはね難しい、うん、だから海外って全然モザイクかけない。海外のこういった動画とか見とって、別にビーチのところこうやって撮っても全然映って全然モザイクってそのまま流すでね、うん、日本は結構、ね、鉄道系の動画とか見てた、うん、車窓の動画とかで見てるとか、うん、めっちゃモザイクとか、そう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 、うん、でもあれも別にかけんでいっちゃかけんで、うん、スーツさんもみんな一回どっかの動画で言っとったことあるけど、うん、だから日本難しいのは法的にはセーフだよ、うん、だから流しのあの問題があるのに訴えれるもんなら訴えてみろやって言ってもええねん、別に裁判は勝てんねん、うん、ただ難しいのはそういうことをやっとるところは結局敬遠される。視聴者さんが、そういうことを言うところはちょっととかって言って、敬遠されちゃうっていうのがあって、結局見られやんくなったらお商売上がったりやから、うん、そこが難しいところだよな、うん、海外の場合はそうやって言ったところでそれが批判になることはないで、うん、だからよくクレーミングって言うけど、クレームを入れるって言うやん。日本の場合はいっちゃもんつけるとか悪いことみたいな捉え方だけど、海外の英語のクレーミングって主張するっていうだけの意味やから、うん、テイククレームって言って全然問題じゃない、うんうん、むしろ何も言わんと後からぐちぐち言うことの方のが敬遠される。うん、日本とは全然文化的に違うでな、うん、言わな分からんやろっていうのに対して文化やでな、特にアメリカはね、うん、で言っとったら、もうすぐ、うん、
すぐ近くらしいで、うまそうなパン屋さんも出てきたけど、京都焼きな。で、この辺りにあるよ。あ、もう、うん。あ、ここらしい。この、ブチ、あ、ブチって言ったらパン屋さんじゃなくて、なんブランジェ、ブランジェ、パテ、パティシエ、あ、パティシエやから、洋菓子屋さんか。フランス語は読みにくい。これもしかして、これもう並んどる。マジで。まあ半やから多分今からワン回転しとるはずやから、そんなにかからないと思うけどな。まあせっかく来たっちゃ行きますか。